もう時間ね。私は行くわ。すぐに誰かが見つけてくれるから、彼らについて行きなさい。あなたは、私以外のすべてを忘れるの。私が他人の言う通り動くのが嫌いなのは知ってるわよね。エリオもそれを知っているから、やってはいけないことだけを教えてくれる。例えば、ここにいる全員を殺すとかね。これらのことは AI に任せることができるけど、私は今でも全て手作業で行っている。何度でも繰り返す価値がある。戦闘と同じように、ハッカーも感覚が頼りだから。今度こそ私を楽しませてくれるの？これまでの行動は本当に退屈だった。劣界に侵食されていても、ここはベロブルグの一部。私たちの郷土。私は、諦めない。あなたたちの行動と発言の権利を一時的に剥奪する。私を信じてほしい。裁判団があなたたちを裁くとき、弁明の機会が与えられる。ここの人たち、特に病人たちは、死ぬことよりも生きる決意をする方が難しいのよ。いつになったら治療法が見つかるのかしら。君はどうやら立つこともままならないようだけど、その足の怪我、重傷のようね。時間があったら私の診療所に来てくれるかしら。しっかり骨の処置をしてギプスをつけてあげるわ。自分たちの力で公平な都市を築く。これって当たり前のことよね。